通ファイナンスのファイナンシャルプランナーです。えらいとこでドル円捕まってもうだな、これ。まあ、現在のポジションなんですけどね。現在ポジション 148.3429 のロングね、ドル円と。まあ、財円はね、スワポポジで 6.1950 だけまだ残ってるんですけど。いやダメだ、だいぶ損切りしたけど、きついぞ、これ。現在のね、令和4年ね、11月21日のね、朝10時42分回ったとこでございます。ね、夜勤明けです。もう夜勤明けで焼け酒飲んでるわ、もう。現在のドル円ポジ、ドル円のね、レートね、140.290 ですか。ということでね、今週のドル円相場のね、予想、下はね、138.8 からね、上はね、145までいかないな。まあ、願望込みで 3.6 かな。まあ、142円ちょっと上ぐらい、142.4 ぐらいまでしかいけへんと思うけど。今週はこんな感じなんでね。まあ、ロンガー残念っていうことでね。かといって下も動かないでしょうかね。これも11月21日から25日、25日給料日やから、まあ、ちょっとその辺でね、円高に触れるかもやけど、今週動けへんから。今週動かないからね、ちょっとだけ厚めに、レバー高めにしてね、挑戦していただいて、そうもね、少しでもね、減らしていただけたらいいのかな。もう利確よ、ポジション長く持ったって腐るだけだから、どっちにしたって、ね、利確100人力なんでね、もうリーが乗ったら確定、リーが乗ったら確定、そんな感じで。投資は自己責任で。ではまた。ダメだ、きついわ。